お疲れ様です。今日なんですけども、俺たちのフェニックスがいなくなってしまうということで、なんとフェニックスのね、下方が発表されちまいました。内容がねこちらですね。はい、今日日曜日に動画がね上がってると思うんですけど、明日の月曜日、時間はね発表されてません。緊急調整が、決まりました。フェニックスのね、卵の HP が 34% 下がりますよと。まあこれによってウッドだったりロリババでね、あのワンパンできます。今まではね転がしてもミニ残ってたんですけども、まあそこを壊せるので、復活をね阻止はしやすくなりますね。はい、フェニックスの状態は特には変わんないんですけど、卵はね、はい、弱くなりますよと。で、あとはそれ以外のなんかランキングのバグだったりとか、メガドラフトでね、なんか大きなバグがあったらしくて、僕全然知らないんですけど、はい、トリプルドラフトに変更されるだったりが、調整されるよと。で、あとリプレイがなんかね、全然俺こんなプレイしてないのにみたいな、キング追って勝ったのにキング取られて負けてんだけどみたいな、なんかリプレイのいかついバグがね、はい、調整されるっぽいので、まあそれは良かったかなという感じで、はい、フェニックスが俺らの元から去っていっちゃうよっていう。ここ最近マジでフェニックスしかまあ使ってないんですけど、ほぼフェニックスのおかげでそこそこにトロも上がり、結構楽しかったんで、ちょっと悲しいお別れ会を今日はねやっていこうと思います。まあ、フェニックスどうだろうな、まだ使えるかって言われると、まあまだ使えそう、まだ使えそうなんですけど、結局フェニックスの何が強いかって、やっぱこう起き上がるのが強いんだよ。そう、起き上がって大暴れしてのあの2体目がねすごいきついんですけど、結局1体だけで卵をウッドで処理できるってなったら、どうだろうね、復活されないって考えたらそこまで脅威じゃないと思うんで、まあなんかそこまでのぶっ壊れではなくなりそう。てかフェニックスじゃなくてもいいんじゃないってなりそうですね、個人的には。やっぱ基本的にタルとかウッドがあるから、それでもう壊せばいいやになりそうですね。なのでフェニックス自体はちょっと終わるんじゃないかなと思ってます。で、今回の相手はジェラルトですね。懐かしのあのマジ子さん元プロっすね。うわー、なんか凄めのデッキ来たっすね。このままポイツいらなかった。さあ、迫撃ホグだ。まあ、守ろうぜ。守って勝つだけです、僕は。まあ、クエイクなのかポイズンなのかみたいなとこもあるけど、さすがにこのフェニモン環境だったらクエイクであってほしい。うわー、いいウッド。さあ、一旦耐えの巻きっすね。アイゴレ珍しいっすね。で、アイゴレがきついっていう、ちょっとね、いい味出しですね。フェニックスに対してのこのアゴマスケっていうのが優秀っすね。今後ももっと増えても良さそう。で、ウッドで卵壊せる。終わりそうっすね。まあ、ウッド来るところをね、文句の反射使って卵延命みたいな、まあ、そこまでやるかっていう部分もちょっと見えてくる。卵、さあ、このソウルコールがイーゴレによってもほぼ無意味になってる。うわ、見えなかった。さあ、耐えるゲームなんでね。うわー、なんかスケラ打てねえな。あ、なんかゴブリンぐらい出てきそうなんですけどね。似たすぎる。やばい、このボス席やった。あ、でも相手ないのかな、マジで。あ、でも、ボーポイがあるか。さすがに。さすがにボーポイが。
出てきそうっすね。一旦行ってみて。あ、ゴブリンもありました。なかなか鉄壁だな。ボーポンする、この卵をね、ちょっと壊したい。んー、ね、一瞬スキル打っとけばちょっときつそうじゃね。あ、で卵これ残る、今だと残る。熱々熱々、なんかマジでありそう。あ、でも相手もうまい、卵延命なんかすごい、すごいことなってる。起き上がれよ。マジでありそう。うわー、惜しいよー。ほぼ勝ちやん、ほぼ勝ちやん。いやー、いや惜しかった、いけたなー最後。もうもう5秒ぐらいやればいってましたね。いやマジか。まあ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 、フェニックス環境なんでね、明日からどうなるかっすね。まだシーズンどうなんだ、あと多分2週間ぐらいはあるんで、まあ全然変わると思いますね。うん、フェニックスデッキだって今ってもうフェニックスとモンクが言ったらメインなので、まあフェニモンの何か、フェニモンの何か、フェニポン対策した何かがいるので、まあフェニックスが弱くなると単純にフェニックスに弱いモンクは強いですね。はい、フェニックス対策マスケとかでできるよ、十分だよがモンクで跳ね返せるので、そうなったらなんかモンクの一強みたいな環境にはなりそう。さあ最後にフェニックスしっかり勝ってね、勝ってお別れしなきゃ。よろしく、モリアとも恋人。さあ SB、 なんかメガナイトとかよく使ってるイメージあるな。人気とかとか、さあ来ましたね、モンク。とりあえず文句環境が来るな。おお、あんた使ったのか、一応かあんだけ守るって言ってたのに、ゴリゴリゴブリンも言うのに言っちゃった。マジスケラってこんなにいかないですからね。反省反省。耐えます。一発？うん。ウッドのハンターフェニックスですね。まあ、ザッピーもマザネクもいなさそうなんで、それはちょっと救いかなと。なんか文句がでも結局強いっすよね。ザッピ欲しいな。あと相手の呪文がライトかファイバーかでもだいぶ変わりそうだけど、どっちでしょうか。相手の呪文はファイボでした。なんかでも外れてる。
やってない？お兄さん、俺結構厚めのカウンターがいけそうな気がするが。ゴブリンもいないよ。いや熱い熱い熱い、いけ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 、フリックスフリックスフリックス。ゴブリンとかを出したい。まだユニット、うわー、フェリックス、ゴブリン、いい感じ。起き上がれ。あー、めっちゃいいファイブ。それは良すぎる、良すぎるな。打っとくか。さあ、ここ守れば一旦墓石。めちゃんこ丁寧にお願い、反射だけやめて。危ねえ、反射されてたらもう。あれ、ちゃっちゃスクレ打ってきゃよかった。さあ、フェニックスね、マジでどんぐらい消えるかな。強すぎて今が難しい。まあでも今本当フェニックスゲーすぎて世界トップ200に、マジ、ラバゼロなんですよ。エグナイスかね、ラバフェニックスめっちゃ強そうってなるんですけど、ラバフェニックスめっちゃ強そうってなるんだけど、ラバフェニックスよりも、もうフェニックスを多分突破できないんですよね。ラバフェニックスでも突破できない。防衛のフェニックスが強すぎて不死身。マザネク何シーンいいんだい、マジで。じゃあボム、ちょっと謎来たっすね。謎ロイかな、謎ロイ、ロイなのか。エレンジャーヒデヒト、あー、卵をそうやって処理すんのね、おしゃれだな。はみ出ろ、左いけ。いやー、いい、あー、いい、取るね。さあ、まあエレジャイなんだけど、エレジャイには相性いいけど、マザネクには相性が悪いっていう感じですね。ってことは相性いいですね。前目に打って引き出させる。いやー、すんごいことになってる。いや、ザッピー最強だなこれ。頼もしすぎるやろこのザッピー。いやー、墓石も優秀なことで。マジできるのかい。おお、はみ出てる、はみ出てる、はみ出てる。しかもよしよしよし、しかも卵を対応しないと諦めるか。あれ、卵優しいな。
復活。さあでマジスケラね、マザネク対策で、ね、ほんの手前にこうやってねやるとオフ裏に出してもちょっと届かないんで歩いてくるんですよ。手前めのスケラ強いっすよ。なんでマザネクには、うえい、まあ LJ が通んねえのもあるけど、さすがに勝てそう。ワンチャンルート強制までポイ張ってマザニク使ったんでスケラスね。おいナイス、まあ、でかいね。結局マザニク きついけど相手の攻めもね守れるんでね。そのよいしょ、ブライアン、名前のインパクトがなんか強すぎるんだけど、びっくりマークついてる。さあよろしく、何使ってるんでしょうか。のハンターね、まあ基本も今ロイぐらいにしか入ってないっすね。マザネ、うわゴリゴリくんな、マジゴリゴリくんな、マジえぐいぐらいさ攻めてくる。いやしかもめっちゃいい、え強い、えぐい墓石ザッピー、そんな簡単に突破されるっていうか、前天の攻めヤンキーすぎん。まれにやっぱ当たるじゃないですか、初手端前バルーンとか、まあ、初手ランバル、初手ジャイスケラ、まあそれみたいな感じですよね。もうとりあえず行こうぜ。卵残りそう。熱い。相手の陸に、あでもゴーストがいるのがね珍しいのが、縦線とかがいるのかなと思ってスケラ打ってないんですけど、ゴーストがいるってことは縦線とかねえな、ゴブリンとか縦線の枠がそこになってるのでって考えたらスケラの受けはちょっと苦しそうなのか。いやーいい防衛すんな、いやー LSP 強いなーマジで。ライトニングっぽいっすね相手の呪文、立ち回り的な。いやーライトって分かったのでかいぞこれ、いつだけきついだろう。よし、神相性なことに気づいちまったので、もう大丈夫。はい、神相性なので、ザッピー固めが相手はマジきつそう。いやーこれは強い、トリトンで真ん中引っ張ってくんねえかな。
かんない、一応打って一発ぐらいかすればポイズンのダメージが怪しい。おい、さナイス。いやマジ守りに関しては非常に強いね。ロイにはね強そう。え、そさあこのスタンプもお別れしなきゃいけないっすね。新しいの持ってこなきゃ。もううん、いやーこれあれだ、もうエレジャイっすね。イースピゴブリンエレジャイだ。いやーもっと入ってほしかったけど、渋いっすね。あれ美味しい。まだミラーエリポンが来るか。さあ守りましょう。もうこれで僕攻める必要ないんですよ。僕はね守ったら勝ちなんで。マジエリポンは知らない、見なかったことにして、もうスケキンザッピーボスキスケタルスケキンザッピーボスキスケタルぐらいで、もうガン芋です。2倍タイム入ったらね防衛がすごい楽になるんで、それまでこれ耐えたら結構美味しいですね。まあスケラはゴブリンいるからな、打つ意味ない。やっぱ卵弱くなるの。でもでそれゴブリン使ったんでいきます。早いな。おい、さあベコベコカウンターが、いやーしかもゴブリン使ったんでスケラ打ってミラーもない。よいしょ、さすがに。おいという、まあ守れればですね。なんかエレジャイマックス字は2倍タイム入る前にエリポンにポイズンってポイズン打ってでついていって、その間におられるがよくあるので、あんまりエリポンに影響されすぎないのが大事かなと。ナイス。さあというわけでフェニックスはもう今日でね終わるかもしれないんでね、皆さんも最後にお別れでねたくさん使っといてください。ではお疲れちゃんです。またね。